学生時代の時の話だけど、当時付き合ってた彼の犬が死んだ時、うちの庭に埋葬してくれないかと言われた。彼氏の家は、マンション、多分分譲。うちは庭付きの戸建て。日の当たる綺麗な場所に埋葬してあげたいからと言われて、しかも、その提案が、そもそも彼のお母さんからで。なんかわからないけど、彼の家族は、うちが喜んでそれに応じると思ってるらしかった。うちは、ペットがいたこともないし、当然私も拒絶。帰って母に伝えたら、絶対ダメ、とのこと。それを伝えたら、速攻で電話が来て、ペットは家族なんだよ。と泣きそうな声で言われた。うちのペットでもないのに。その頃、死んだペットを埋葬できなくて、自宅の冷凍庫に保存してる飼い主の特集とかをテレビで見たばっかりだったから、余計に彼と彼の家族が異常な気がして。当時は彼と会うのも苦痛になって、大学を転校しようか、親と話し合ったことがあるくらいだった。最初は別れに応じなかったので、多分マザコンだったと思うし、最終的には自然と離れていったんだけど、今でも少しトラウマ。テレビだと、死んだウサギやインコを冷凍保存してるっていう若い女の人で。当時、10年ぐらい前、ペットロスから立ち直れない人たちが大勢いるという話だった。彼母は、焼くのに抵抗があるらしくて、タオルに包んで、土、地面に埋めるというのに、すごくこだわってた。当時、家族ぐるみといえば否定できない付き合い方してたのも、悪かったかも。よく、私の父の運転で、遠くの海やスキーに行ってたし。それであちらも勘違いしたのかなと、思わないでもない。結婚は、本当にしなくてよかったです。別れたいって言った時も、彼に、お母さんが、そういうことは、もっとよく考えて決めましょうって言ってる。とか言われたし。